マリアナ海溝で生きたメガロドンを発見。衝撃。メガロドンは現代まで生き残っていた。メガロドンは生きている。ダイバーが恐ろしいビデオを撮影。皆さんこんにちは。YouTube の検索ボックスにメガロドンと入力すると、そうしたクリックベイトな見出しが現れます。この本当に恐ろしいサメは歯だけでも約20センチに達します。これは地球史上最大級の魚類です。ガブリと噛みつくだけでクジラの胸郭を簡単に食いちぎってしまう、巨大かつ冷酷で他の生き物を死に至らしめる肉食魚です。メガロドンに遭遇した生き物は運が悪いですね。ただ、生きたメガロドンに実際に会うことができるのは、おそらくタイムマシンの発明者だけでしょう。幸い、メガロドンは260万年前に絶滅しました。けれども、多くの人はメガロドンは暗い深海のどこかで生き残ることができ、人間を食べるために栄光の時を待っていると未だに思っています。ハリウッド映画 MEG ザ・モンスターの話が本当だとすると、メガロドンにビンタを食らわすことができるのはジェイソン・ステイサムだけです。映画のあらすじによれば、メガロドンは生き残っていて、マリアンヌ海溝の底に身を潜めて大変元気に生息していました。しかし、平成を妨げられたメガロドンは獲物を探しに行き、無防備な行楽客を襲いました。素晴らしい映画ですが、どうやら空想の話だということに気づいていない人もいるようです。いいえ、今日は映画について批評するのではありません。こちらはトップランキングです。冗談はこれくらいにして、今日はメガロドンとはどのような生き物なのか、なぜ休暇で訪れた海でメガロドンに遭遇する心配をしなくてもいいのかについて、もっと詳しく調べてみましょう。さあ、始めますよ。特徴、サイズ。さて、メガロドンですが、これはサメの絶滅種です。メガロドンはギリシア語で大きな歯という意味ですので、名前自体がすでに用心しないと痛い目に遭うことを物語っています。メガロドンの歯は三角形で鋭く、長さは18、19センチで本当に立派です。実はメガロドンの歯と椎骨は唯一残っている化石ですが、巨大な石がサメの歯だとはすぐに思いつかず、長い間そうした化石は巨大なヘビか竜の舌だと考えられていました。メガロドンの外見は、発見された歯と椎骨をホホシロザメと比較した結果に基づいて復元せざるを得ませんでした。メガロドンの体長は最も控えめな推定では10メートルで、最も大胆な推定では15メートルから17メートルでした。なんと2階建てバスとほとんど同じ長さです。メガロドンの大きさは生息地の気候により異なっていました。発見された歯から判断すると、メガロドンはアフリカの海岸やオーストラリア沿岸、南、北アメリカのすぐ近くなど至る所に生息していました。しかもメガロドンは淡水域に入り込むことができた可能性が十分にあります。要するにメガロドンの歯は地球全土に埋まっていて、マリアンヌ海溝の近くでさえ発見されています。メガロドンが実際はどんな姿をしていたのかについてはほとんど明らかになっていませんが、外見で最も恐ろしいのはもちろん2メートルに達する巨大な顎だったに違いありません。メガロドンの開いた状態の口の中は小さな部屋のようですので、お茶会を簡単に催すことができるでしょうが、ただメガロドンは容認してくれないでしょうね。メガロドンの光合力は科学で知られている中で最強クラスのため、メガロドンの口の中に入るということは必然的に死を意味しました。ですから、例えばメガロドンとティラノザウルスとの争いではメガロドンにかけた方がいいですよ。さて、ここまでで分かったことは何でしょうか。非常に大きなサイズ、巨大な顎、恐ろしい歯。すべてはメガロドンが食物連鎖の頂点に立つ超捕食者だったことを物語っています。メガロドンはマッコウクジラ、クジラ、イルカといった体長 2.5 メートルから7メートルの獲物を食べていました。代謝が遅く巨体だったため、動作の鈍いメガロドンは攻撃速度を誇ることができませんでした。このため、おそらくメガロドンは捕食の際、獲物を待ち伏せして、その後より多くの怪我を負わせるため、胸郭の骨を折るという巧妙な戦略をとっていたのでしょう。メガロドンの行動については別の説もあります。動きが遅かったため、そうした大型動物を捕食することは多分うまくいかなかったでしょうから、主に死んだ大型動物を食べる腐肉食動物だったとも考えられます。それではメガロドンはなぜ絶滅したのでしょうか。おそらく気候変動と生態系の再編という2つの理由があったでしょう。先進世紀の寒冷化の結果、凍った氷河は水塊を凍結させ、海流図は変化しました。つまり海はずっと冷たくなり、暖かい海に慣れていたメガロドンの生息分布圏は大幅に縮小されました。しかし気候変動がメガロドンの捕食に一層大きな影響を及ぼしました。メガロドンが捕食した動物は絶滅したか進化しました。メガロドンの獲物の中には、それ自体がメガロドンを捕食するようになった動物もいました。シャチは群れで若いメガロドンを襲って食べることができたでしょう。要するにメガロドンの知性は過ぎ去り、メガロドンは歴史のゴミ箱行きとなりました。それとも違うのでしょうか。絶滅の証明。なぜそんなにも多くの人がメガロドンは深海のどこかに隠れていると未だに考えているのでしょうか。ありえないことに、ディスカバリーチャンネルでさえ学者の辛辣な批判にもかかわらず、現在もメガロドンに出会う可能性があることをドキュメンタリー番組で視聴者に納得させようとしていました。ではもしかしたら本当にメガロドンは生存していて、そのことは隠されているのでしょうか。ひょっとしてメガロドンは海で静かに水遊びをしている観光客をたらふく食べようと、人気リゾートの海岸にすでに向かっているのでしょうか。とんでもありません。メガロドンは沿岸地帯の水深200メートル以下の場所に生息していたようです。ということは私たちの鼻先で泳いでいるはずですが、なぜかこれまで何も気づきませんでしたね。このため海洋のごく一部しか調査されていないので、メガロドンがどこかの海底に隠れているかもしれないというようなことは論拠にはなりません。メガロドンがマリアンヌ海溝に隠れているという推測もまるで論外です。暗がりと高い水圧のため、海底に生息する生物は大きいサイズまで成長することができません。ですからそのような深海に潜ったメガロドンは、仮に生き残ること自体が可能だったとしても単に飢えてしまったでしょう。というか生き残ることは不可能でしょう。メガロドン生存説の支持者は、太平洋で発見されたメガロドンの歯が何百万年前のものではなく、ほんの数千年前のものだったことを論拠として頻繁に引用しています。けれどもこうした発見物は正式に確認されていませんし、発見物の情報もキュレーションサイトにしか掲載されていません。メガロドンはもはや生存しないことを、それでもまだ疑っている人に対して、研究者のクリストファー・クレメンツ氏とカタリナ・ピミエント氏は有力な証拠を提供しました。2人の研究者はメガロドンが生き残ることができた確率を示す数理シミュレーションを発表しました。研究者は42本の歯の化石に基づき、メガロドンの絶滅の瞬間を示す1万件以上ものモデルを構築することができました。そのうちの大部分はメガロドンが260万年前に絶滅したことを示しています。さらに頂点捕食者の消滅は生態系に大きな影響を与えます。ちょうどメガロドンが姿を消した頃にヒゲクジラは巨大化することができました。メガロドンが生きていたらおそらくそれは不可能だったでしょう。それにもかかわらず1万件の絶滅モデルのうち6件はメガロドンがまだ生きている可能性を示していますが、考慮に入れるには数が少なすぎます。それに万が一ありえない偶然が重なって、少数のメガロドンが現在まで生き残った場合でさえ人類を脅かすことはないでしょう。メガロドンの生命維持のためにはたくさんのエネルギーが必要ですが、人間はメガロドンの一口分です。メガロドンにとって人間を捕食するということは、1個だけなっている小さなサクランボを取るために木のてっぺんまでよじ登るのと同じことです。努力する価値はありません。ですのでおそらく魚卵への渇望と生き物を絶滅させたい欲求を持つ私たち人間こそがかわいそうなメガロドンにとって脅威となるでしょう。それでは今日はここまでにしましょう。皆さんの疑問に答えた面白い動画だったでしょうか。要するに現代人にとってメガロドンを鑑賞する機会は映画館だけということです。それに安心してください。ジェイソン・ステイサムが全てやっつけてくれますからね。それではこれでお別れです。また次回までお元気で。さようなら。